こんにちは。清くずぶとくしたたかに3日で読めるトップが強運であり続けるための人間学読本、ヨーロッパ英雄小説作家日田木隆文です。ヨーロッパ史の英雄に学ぶビジネス強運のつかみ方、1日1元心に突き刺さる言葉、今日も強運になれる言葉をご紹介していきます。今日ご紹介するのはイギリスの首相ウィンストン・チャーチルのこの言葉。私にとってどちらの側にいるべきかを迷うなど決してありえない。ニュースを知らされる側よりニュースを作る側の方が良い。批評家であるより役者である方が良い。時にお気楽で無責任な批評家よりもいつでも話題に上る役者でいましょう。挑戦するあなたの背中を力強く押してくれる言葉です。今日はウィンストン・チャーチルの言葉をご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございました。